しよ。先は長いな。外人のタバコや。臭い。窓閉めとけよ、これ。うわ、19キロ。無理です。キロ登り切り、そう、最初の4キロぐらい下りやった。ウォーミングアップがたまに、ここで良かったんちゃう。だいぶ頑張っても18、19。あら、座ってみたいじゃん。
つい言うと、6% ぐらいしかないんちゃうから。何してんだよ、これ。あと8キロ。あと残り10キロ、9キロ。なんか前行きますが大変でした。心は折れへんけど、体が折れへんけど、やっぱりっすわ。喉痛い。喘息や喘息。痛い痛い痛い。YouTube ライブでしたかった。
といけるのか知らんけど、終わりました。あ、でも広角使えへんかあかん。耐えとった。いいそうよ。やっと10キロ。20分かかったのじゃ。帰り結構カーブきついな。うわ、これ急いでみたいやってちゃう。結構道があるやん。帰りは安全運転か。だって踏めるんか。無理。サダや。ふられ。無理。登ってる。通れないか。下りや。ダメ信号したのかな。ほら行け。俺ね、バイクマフラー買いのせいが臭いっち。おい、早いで。早いで。早いで。
すいません。何だこれ。住姫公園って何してんだよ。まだ11キロです。坂1キロです。しんどい。ああ。下りも怖な、まだ楽しい。なんかめっちゃ横高いじゃない、景色めっちゃ。半分も行ってないか。17キロ。なんか、ストリートビューとちゃうねん。2キロ増えました。喉痛いんですけど。快適な下りは、もう終わりですか？苦しいです。このコロナが治り損ないとかちゃうかと思ったけど、あのね、酸素測るヘルスメーターみたいな測って90%くらい。ふざけんな、健全やんけ。ドーピングしてへんから、あれが痛なってきたわ。薬くれ、薬持ってくの忘れた。あ、下ってる、下りじゃ、下りじゃ。どうせ垂れ流し動画やから、もう多分1時間くらいかかるんちゃう。かからへんか。あと17キロ。17キロで走って1時間。
無理や、まだ24キロダメです。落ちてきました。しんどい、あら、しんどい。勢いつけよう、肺が死んでるわ、無理、最悪や。今日最強の準備切る。
しまうな、ゲロがいけ。下やったな。そう、何ですか。驚かないだ。地味にマスクする。上げてきた、また危ないね。でこんなハードやわけやな。結構に落ちる。いかがどれ、今張りやすぎ。こんにちは、奥へちょっと冷やしてみてや。熱いな。でもな、下まで降りてうまくするとならないと思ったらしいな。下りや。まだ多いかい。ああ、やから水まで。もう動かないからきついです。疲れてる。酸素が足りない。あ、分かる。酸素アシストでバーンすんな。しんどい。
キロですか。あと9キロ。今が一番続いちゃう。
寒いっすよ。はい、ごめん。I'm feeling all right. あと5キロ。長いぞ。
るやん。あと4キロ下ってます。やっと。3キロ、じゃあ3.3キロ、頑張れ頑張れ俺。そんなやつスピード落ちてきて、ランプのポジションがなくなりました。いた、親指が痛い、無理。あ、めっちゃ親指痛い、やっぱ意識がいいぞ。回し振り切れた、銀行や無理。やばい、あと3分で1時間や。3キロ、3キロ、 2.8、 よっしゃ 2.8 や、パワーや、パワー、2.8、 いけ、回転や、回転、無理、長すぎる。500メートルぐらいや、長すぎる。あ、寒さあれ、鼻をだろうが復活。あ、時間ない人は最後ゴールだけ、最後パーッと走って走って、ゴール。1時間も取れる容量あんねんな。すげえ、早くつかない、ヨーロッキー、ヨーロッキー。六甲山でそれで電池切れて、はい終了って、最悪や。ただめし、思えば遠くへ身のもんと、温泉はいらんから、たわいと 3.4キロ、あと 2.4キロ。だから下から見えたのはすごいブラインドで、もう暗いかと思ってるけど、お前どこんのこれ。あら、いい時間になりました。無理です、あと2キロ。
張れ俺、痛いです。これ林道やろ、マジだの。両輪使えないんで。昔は有料やったな。通行料2000円も取るのにアホやろ。高いから金払って通ったほうがいいかもよ。林道ショートカットやろ。しゃべったらあれ、よっしゃ、下りやろ。ついてないよ。もう逃げていけ。バイク乗るために心折れるわ。いつになったら坂を上がるの。坂下り行かない。 1.5 か。船すごいわ。こんなやめ、こんなん1時間で終わりだけもやろ。このピーは何のピーやねん。あれか、やばい、酸欠のピーだ。やばいです。あらあれちゃん、あずまやちゃん、青いとキャンプしたな。勇気を振ったのに懐かしい。そばは年越しそば作ったら1分で冷めてびっくりした。キューブやろう。終わりや。行け。バンセ。約1キロ。こここそ、こまわった奥線上リングが来る。動いたな。すごい。奥泉神社、いいんだ。だから、この前やったら、ちょっと一歩かからないよ、実際。あが、これ綺麗。使う、今日。おい、看板で、何もある。
日暮らしかと思ったけど、日暮らしにはまだ早い。何これ、カツアムシ、シナモン。あと 600m っていうメーター読みではなっとるけ。何これ、会社か。もう帰るの早いな。さっき俺抜かれたやんな、あのバイクに。早すぎやぞ、お前ら。あれか、あれか、あれか。どうしよう。とりあえず着いた。パワー、最後パワー。僕はあの下から上がってきて、今ちょっとぐるっとして戻ってきただけ。このタイヤやったらちょっと厳しいですね。厳しいけど結構いけますね、あの柔らかさんが。あんまりあのタイヤこだわらんように近いで面倒くさい、ね、あの意外といけるんです。あ、そうなんです。ここ結構尖ってるとか言うと、いつもね、いつもあの京都のあの、どこやったの、わかりますかね、金瀬東部を越えたとこに、全然京都でもわかんないんですけど、バルバルさん。いけるわけ、いけるわけ。でも重量もそこそこあるんですよね。23キロぐらいだね。え ?23 キロ。えだから担がなあかんとこ行ったら、死のかってどうかんだろうな。その代わり、あの、普通の坂やったら、あの、空港外でね、半径なんか、その、よっぽど、向かってるとか、あの、石が浮いてるってことなかったら、まあ、いけません。今日はちょっと、下から見て上がってきたんで、こっち行くよ、多分、ちょっと上がってきたんで、上がってきたんですよ。いえいえ、車です。あ、車です。車です。車です。これ、追い返します。これ、どこまで行くんですかね。え、BGM 遠征なんです。ああ、もうなんかこう繋がってるじゃないですか、あっちのところ行って。はい、昔車でね行けたから車で行けたんですね。そこまでゲートがありますよね。うん、まあほんのほとんど車が来ないんで、もう全然反射が結構多いですよね。ああ、そうですね、反射やったらすぐ行けるから。3つはね、確かに多いですね。そうですね、一応